いる？本当？いや電波悪いなここ。あ、音鳴った。うん、鳴ったね。ドーンって。ズドンってたね今。うん、言った言った。ちょっと電波悪いっすね。電波悪いな、ここ。いるな、ここ。固まってる、もうダメだ。もうダメだ。うん。電波外しちゃってありますね。あ、もうだから使わないんじゃない？多分そうですね。うん。もう民家が多分いなくなったでしょ。そうですね。それによってもう役割終わったでしょ。電波ぐるぐるしてるね。だから電気はもう来てるけど、とりあえず使わないってことね。節電ですよね、これね。うんうん、やばい、固まってます、ごめんなさい。でも悪いでしょ。でも悪いね。こっち側のが悪いね。うん、見せましょうかね。結構電波悪いでしょ。治った。いや、落としてるよ。変な匂いしたら、うん、ね、なんか落としてるよ。ちょっとね、なんか匂いもするような気がしますけど、うん、いや、なんかね、ちょっとね、匂いが違うね、こっちだと、うん、ちょうど、ね、あそこのなんか黒っぽいシミが真ん中であるじゃないですか。あそこになんかプッてなんか白っぽいの出てきたの、ね、あそこの黒っぽいのないですか、なんかちょっとあそこの真ん中でしょ。ありますね。ちょっとその後になんかプッって出っ張ってないですか。あの辺でさっき白っぽいのがフッてこう、なんかほら、また引っ込んだ、ね、フッってこう、フッフッってこう、なんか覗き込んでるような感じ、はいはい、うん、まあ、見え、なんかそういう風に見える、なんか動いてるように見える。まあ目悪いから分かんないけど、いや電波悪いね、ここね。もっと中入ろうかね。うん、こっち悪いですね。こっち悪いですね。週末来ましたね。うん、2時、2時、あ、2時じゃん、今2時だよ。どんな感じですか、電波。ごめんなさい、今一応なんとか少しは。あ、こっちの方があるね。うん、一応今更新かけてミュートやりましたけど、うん、こっちも全然ダメですね。あ、でも下がってきたな、また、うん、張っていくつまで。じゃ中でちょっとやりましょうか。中で。そうですね。ね。ちょっとその真ん中辺になった時に。もうやで見えないでしょ。ここだとね、ちょっと上がるんですよね。不立中？じゃあ僕が見えたのはちょうどこの辺りなんですね。この辺りライト。あそこなんか黒くなるじゃないですか。だからさっき言ってたところじゃないですよね。あの辺。あの辺なんかいたんですよ。はいはい。こんにちは、いらっしゃい。この辺なんだよ、ここですよ。うん、ここね、空気変わりますね。ここ寒いですよね。うん、勇気ある。やばいよね、この辺だね。ここ、この白っぽいところが一番なんか感じるんだよ、さっき見えた。この辺。え、うん、いますね、これ全体的に。いや、多分ね、この辺りですよ。あ、一番、うん、やっぱり違うもん、温度が。うん、手でお願いします。じゃあ手でいきましょうか。直江さんの逆方面でいきましょうか。こっちで、はい、ちょっと何分間で交代して。そうですね、はい、はい、これだったでしょう。やばいっすよ。え、なんか聞こえない。あー、あって、え、また薄くなったぞ、電波。大丈夫、こっち来てる、うん、今高さ、高さ、高さ、後ろ、やっぱ後ろだよね、後ろが来るよね、やばいっすよ、ね、いる、うん、あ、ここ分かんないですよ、分かんないですよ。お、まあ、両方で見てね、電波悪いから、とりあえず長谷さんの、ね、うん、ちょっと手でお願いします。右左、あ、ちょっと電波ね、結構悪いんで、やっぱりでもついてきたよな。なんか見えたもん、白っぽいの一瞬。ちょっと音鳴った。いや、そうですね。始まったんですね。あ、お茶どうもね。てか、この煙はわからない。心臓だよね。ちょっと電波いいから、もうちょっと戻りますね、これ。はい。映ってる。この辺さえ行けるかな。この辺大丈夫？止まった？切れた？この辺で行こうかな。よいしょ。あ、でも遅延してるね。音来ました？いや、でも薄いね、結構。もうちょっと奥行かないと。あ、なんか今、
飛んでるみたいな、やっぱ違いますね。そう、直江さんが映るかもしれない、もしかしたらビデオで。電波ダメ？なんかいる？女の人の顔？一応ね、写真も撮ってみようか。霧が晴れました。抜けました、ね、抜けましたよね。はい、はい、2時ですよ、皆さん。はい、何ですか。はい、来ましたよ、2時の時間。はい、ちょっと寝てくるね。やばいよね。一人で走って。電波悪いな。そう、リアスさんもいるよ。うん、3人で来てますよ。あ、ちょっと名前なんでしたっけ。竹内っていい。あ、そこも言わないですよ。はい、コンビじゃないで、あのよく名乗ってるツイッキャーさんかも。あ、同じです。同じ、はい、いいの。政治竹内です。あ、政治さんね、政治さん来てました。そうです。そう、10回1回来てくれたんでね。そうです。ね、あの3人か4分ぐらいですね。そうです。ですよね、ユニキの時ね、2月ね。そう、来てくれた。さっき、あ、多分電波悪かった。今はもうすごい悪いの、電波。もうちょっと僕的には奥行きたいところなんでね、電波的に。電波ありからもうちょっと奥いいですか。すいませんね。ここね、ちょっと分かんないんだけど、上の方のトンネル、バケトンですよね、だからね。なんかね、一人いるね。え、それって犯人捕まったんですか。犯人捕まってないんですかね。ですよね。多分女性じゃない。多分女性だと思うけど。ですよね。その女性の霊が多分さまよってるんだよな。そうかもしれないね。自分が車に乗っけてったのがおじさんだった。おじさんだったの。おじさんでもあそこのお若かな、多分。そうですね。あ、この辺だと電波あるかな。いけるかな。LT3 番あるから。で、ナベさん、こっちそっちで大丈夫ですか。でも薄いことは薄いです。トンネル引いたんですか。やばいね。うん。あ、本当だ。悪いですね。やっぱり悪いですね。見えてる？なんとか。くるくるしてるな。分からん。皆さん見えてないな。はーって聞こえる？さっきね、これ聞こえたんだよな。聞こえてる？パチパチ。いや、多分さっきね、白っぽい見えたんだよな。これちょっとガチでちょっと一人のネタなしでやった方がいいんじゃない。なんか出そうな感じしない。これやばいっすよ、本当に。何今の。え、何かいた。え、白いのがいた。あれ白い、何、何白いのって。イラストみたい。映った。あの光何。いや、光でもないよ。なんだな。反射してないよ。なんか見えてるみたいですね。反射してない。稲妻は何。虫じゃないの。このキャスターご存知。え、なんかいましたね。いましたね。死ってなんか虫じゃない。あともありますね。おじゃん、来てますね。うん、
分かんない。上から下。三坂じゃないよ、三坂じゃない。三坂こんな電波ないよ。ないよね。最強にないよ。うん、三坂とね、あの笹子はないよ、ほんとね。ほんとないよ、最強な、あそこは。こんなトンネルの中でやってられないよ、余裕節で。いや、ここはすごいトンネルだわ。でもあっちの方が綺麗だよね、完全にね。そうです。保存してるもん、やっぱり。雲は出るけどね、あっちは。あっちはいるよね。そのとこ行ってるやつ。あれ虫は飛んでるよ。ほら虫は飛んでるよ。もしかしたら。ただたまに声が聞こえるんだよ、女性の声が。あれ。マジ。うん、光ついた。ここでバーベキューはよ。バーベキューすると持ってきてないよ。道路さんの方から歩いてくるって。こっちから、うん、います。本当ですか。いる。お奥で道路さんが歩いてくる。います。もう一個でちょっとビデオカメラ見てる。なんか変な匂いする。なんか変な匂いする。お線香だ。お線香の匂いだ。あ、なんかしますね。この辺、特にこの辺、この辺。うん。あ、急に、お線香のお花の匂い、菊の匂い。あ、お花の匂いしてるね。菊の匂いだ、急にした。ちょっと今、鼻詰まってるかわかんないですけど。あ、お花ですよ、この匂い。あの、お墓に備える。ああ、すみません。うん、菊の匂いしますよ。皆さん、やばいですよ。急にね、菊の匂いします、お花の。する。絶対やばい。ほんとやばいよね。やばいですよ。いるかな。水の音ならジメジメした感じ。え？何した感じ。そこで説明がつくんだけど。分からん。何飛んでるんだっけな。さっき言ったんだけど忘